皆さんこんにちは、しおりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回私髪を切ったということで、ちょっとこれをねネタとして動画にさせていただくんですけども、あのですね、私友達とかママにね宣言してたんですよ。卒業式まで絶対に髪は切らないと。でも切っちゃったと。どういうことかと今回はね、紹介っていうかね、説明をしていきたいなと思って思うんですけど。その説明なの？あ、他にもあのどんな感じで切ったかとかも詳しく説明するんですけども、まずはその宣言をね、あの一回説明して、なんで髪を切ったかっていうところからあの話していけたらなと思ったので、この話をしました。はい、はい、ということで、あのですね、宣言をしてたんですよ。私絶対に卒業式までは切らないって、あのヘアアレンジのためにね、袴着たかったで私。けどやっぱね、ショッピングセンターとかさ、スーパーとか行くとさ、すごい短いさ髪の女の子がいっぱいいるのね。でその子たちを見るとね、毎回思うの、はあ髪切りたいって。それでずっと耐えてきたんだけど、無理で、もう最近もうすごい髪を切りたい欲が出てきちゃってて、そう無理で、それでもう切りたいって言って切っちゃいました。でその切る2日前ぐらいに友達にもちゃんと説明して、宣言した子にごめんやっぱ切るわ私って言ったら、別にいいんじゃないって思ったんだけどだからなんで言ったかちゃんと説明したの。なんか宣言したいしといたのに髪切ってんだよみたいなこと思われたくなかったから言ったんだったら、うん、別に思わないよそんなこと、しーちゃんの好きにすればいいじゃんって言われて終わったんですけど、その話も、うん、なのでね、ちゃんと友達の許可が得て美容院も予約して来てきました。でね、どんな感じに切ったかっていうのも説明していけたらなと思うんですけども、まず前髪は切りませんでした。でも思ったけど切った方がいいね、長い髪、前髪長いのよ。前髪あって切りたいなと思うんですけど、髪はなんか顎最初顎下までだったんだけど、もう少し切ってもいいってことで切って、なんかこうなってるんだよね。ちょ一応ね、なんていうんだっけこれ、なんていうの、ちょっと前の方が前下がり、前下がり、そうそう長めに前下がりって言って、そうそう一応ね後ろの方が短くなってるんですけども、可愛いですよね、めちゃめちゃ可愛いなと思って、うん、ちょっと私の巻き方がね初めてで、あの今日切って2日目、まあ2日目、1日目なので初めて巻いてみたんですよ、この長さになって。その巻き方がちょっと変かもしれないんですけども、うん、私的にはすごく気に入っております、この髪の長さ。ストレートでももちろん可愛いし、うん、その羽、うち羽にしても可愛いし、うん、巻いても可愛いっていうね、うん、素晴らしいですよね、うん、本当に素晴らしい。ちょっと前下がりにしました、うん、で、あのです、私結構あの量があるって呼ばれてて、まあ私よりリミの方があるんですけど、あの美容師さんから量があるって言われて、アイロンするって聞かれて、しますっつったら、あのあじゃあ少ない方がいいよねみたいな、楽でみたいなこと言われて、めっちゃ好かれて、すごい好かれました。なので髪がすごいね軽くなって、すごいねアイロンしやすくなったんですよ。ちょっとすごいすいてもらって、その美容院の人に妹のねあの毛の量を見せたら驚くかなと思うんですけど、確かに私で多いって言われてるので、うん、多いね、リミ多いもんね、リミ見たらすごい驚かれるかなと思うんですけど、まあね、あのいつも行ってたところじゃなくて、今回ちょっとね、あの 家の近くにちょっと新しくできて、徒歩1分ぐらいのところに新しくできて、初めて行ってみたところ、ん2回目かな、最初育毛矯正しに行って、でカットは初めてなんだよね、そうなんですよ、今回、はい、でもなんかすごいやっぱ女の女性のね優しい方で、すごい優しくて、しかもね切ってる時にね、うん、YouTube と雑誌が見れるんですよ、タブレットでそうほぼ
貸し切りみたいな感じで一人しかいないから、そうそうそう、お客さんもね常に一人ずつしかやってなくて、ほ、うんと一人周り誰もお客さんいない状態で、ほんと1対1しかいない感じ で雑談したり YouTube 見たりして、だから音量もね大音量で YouTube 見れるという、あ、そうだからドライヤーしてても、うん、音大丈夫上げなくて上げていいよってすごい言われるんですよ。だからはいはい分かりましたっつってめっちゃ音上げてみるみたいな、うん、そういう感じで本当にいいんですよ。本当にめちゃめちゃ良くてめっちゃ気に入ってます。本当ね、まあやっぱ近いに限るね、徒歩1分なんで本当走れば30秒ぐらい。確かにママもいつもなんか家で待ってて、今までずっと美容院で待ってたんだけど、あの、ねね、宿毛矯正とか長いじゃない、長いあれが待ってるのが苦痛でさ、で家で待ってて、そうそうそう、終わって私が電話して、うん、1分で来てくれるみたいな、1分もかからずフュッていけるけど、ね、うん、いけな、もう行けるびっくりするね、うん、早いですねみたいなって言われた。めっちゃ近いですよって言って、そうめっちゃ近いんだよね実はね。そうなんですね、はい、だからね、うん、はい、いいですね、いいですよね、最高です。ママのさ友達、話変わるけどさ、ママの友達もよくさ冬になると、うん、なんかこうやっぱマフラーとかしたりするじゃん、うんうん、そうするとなんか中途半端な肩につくぐらいだとさ髪がさなんかこう、あ、そうなの、なんか邪魔っていうかさ、こう出したら広がるし、うん、なんかこう上から巻いたらなんかちょっとこの辺かゆいしみたいな感じで、うん、やっぱりなんか切るのが好きって言ってた。冬になるとなんか切っちゃうって子がいた、そういえばママの友達にも。なんかちょうどさこれぐらいにボブぐらいに切って、うん、マフラーしてね、かわいいんだよね、なんかちょうどいいみたいな子がそういうのいた。わかるわかる。だから冬になったらさ、ママの考えでは首寒いから伸ばしたいんじゃないのと思ったら、違うんだよって言って、そうマフラーとか巻いたりするのにちょうどいいのがボブなのみたいな。わかるわかるね、その友達わかる、すごいわかる。そうなんだ。はい、ということで髪の毛をね切ったという、まあ、のショートで TikTok で返信したやつを上げてるんですけど、はい、まあ、詳しくねこう切ったっていう感じで、じゃあ髪の毛をこうちょっとこれですね、ちょっともうアップでこうやってやってください。こんな感じで量もねちょっとやっぱすごい少なめなんだよね、ちょっと前。そうなんですよ。どうかな皆さん、今回は宿毛矯正してないです。してないです。したから12月ぐらいにして。そうだね、まだ1ヶ月も経ってなかった。どうでしょう皆さん、前髪が長いよね、ちょっとこれはごめんなさい、うん、切りますね、うん、めっちゃいいんじゃないでしょうか。お気に入り、うん、今までで一番、うん、めっちゃ気に入って、この長さ可愛いよねやっぱね。でも卒業式の時はもうちょっと伸びちゃうね。じゃあちょっと切る。また切るの別にいいけど。はい、ということで私が髪切ったよっていう動画でしたね。はい、ということで、それではバイバーイ。ちょっとね、失礼しました。え、ドアップ失礼しました。切ったよっていう、ね、そうだよね、切ったよっていう加工できないからね。そうなんだよ、 TikTok とかと違って YouTube は加工できないの。そうなんだよ、明るくするぐらいならできるけどね明るくして、え、はい、バイバーイ。